それでは出場選手中最年少という関選手です。よろしくお願いします。お願いします、3日目に一緒に乗った西山貴弘選手が、はい、関は違反やろと、あれはタンポポの真綿のように軽い伸びやかな走りやったと体重はそんな軽くないですけど、はい、答えてたんですが、はい、昨日あたりからガラリッとモーターが良くなった。いやもう感じは、うん、もう前傾からいい感じはしたんですけど、それは伸びが、うんうん、なんかちょっと周りはいいかなって思ってて、うん、でも 27% のモーターですね、これ。そうですね、現状はいいみたいな聞いてたんですけど、はい、もう27では、うん、到底ないよね。足足したらもう大体出てくるんで、うん、はい、今まで乗った中でも有数のいいモーターって感じする？そうですね、伸びに関しては今季一番いいかなと思ってるんですけど、うん、あの何がどうしたらあんなにそのでもその、ま、セッティングがあって変わんのモーターって。いやもうエンジン、もともと多分エンジンは良かったと思うんで、うん、それにペラが少し合ってきてじゃないですかね。関君のペラの形と相性は良かった。そうですね、まあ、初日はすごい外したんですけど、うん、その外してたおかげで全然方向性こっちじゃないなと分かったんで、うん、それで少し2日目3日目にちょっと上積みできたかなと思ってます。まあ、残念ながらちょっと準優には手が届きませんでしたが、はい、まあ、明日以降というか、まあ、もう今日昨日から大暴れですけれども、いや、はい、そんなあれですけど、はい、これ注目期待できそうやね。そうですね、一般戦周りにはなっちゃったんですけど、うん、まあ、しっかり勝ちたいと思います。ふなげんファンはもう一般戦でもみんな一生懸命買うから、はい、ファンの皆さんに最後一言ください。はい、一着取れるようにしっかり走ります。応援お願いします。ラスト2日風雲児となるか、関選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。